旧はサダウン住宅は、香川県高松市の四国村にある偉人館。前景西面英国海軍軍館、h m s アアイアンデュークにて1873年10月27日に、長崎に上陸した英国軍人、ウィリアムダウンの辞邸として1905年、神戸市の北の町に建設された、木造2階建ての西洋館である。外壁下見板張りのコロニアルスタイルという、 いわゆる偉人館の様式である。春光年にウィリアムダウンが死去したため、ウィリアムダウンと結婚した、長崎のマルセ平太郎の娘、マルセ・ワサという、日本人女性の名前により、ワサダウン住宅として呼ばれるようになった。1944年から1975年まで、日本優先の繊員寮東費棟として使用され、この時までに、 階段位置の変更など内部に改造が加えられている。日本郵船の寄贈により1976年に現在地である四国村に移築され、神戸市の指導によって建設当初の姿に復元された。現在は1階を喫茶室、ティールーム委員館、2階を事務室として活用されている。なお、玄関前の羊改造とガーデンテーブルチェアは19世紀に、 ハンプシャーのマナーハウスで使用されていたもので、ガストートポストは、チェルシーで使用されていたもの。四国村のワサダウンテは、ウィリアムダウンが亡くなった1905年に、神戸、北野に建てられた家で、ワサが73歳で亡くなるまで住んでいたと言われる。ワサは熱心なキリスト教信者で先例名をモニカと、少子、ウィリアムとの間に5人の息子と3人の娘を、設けた。 ダウンファミリーは日本の神戸、横浜、品川、また米国、カナダ、イギリス、オランダ、その他の国で存続している。ウィリアムダウンから1849年10月8日から1905年2月20日、55歳で神戸にて死す。英国デボン出身。四国村、お食事、休憩四国村、ティールーム委人館香川県内の 登録有形文化財香川の文化財一覧文化遺産の継承障害学習文化財か香川県教育委員会四国村井人間和佐ダウン住宅文化遺産オンライン四国村井人間和佐ダウン住宅西門文化遺産オンライン四国村井人間和佐ダウン住宅東門文化遺産オンラインありがとうございます